信姫、お前どうしちまったんだよ。現代に来て織田軍を大きくさせて、お前天下統一するんじゃなかったのかよ。 N さん、私この VTuber 業界を盛り上げて、もっともっと新規 VTuber たちを応援したいって言ってたじゃねえか。どうしちまったんだよ。まさか夏に海で泳いでたら水没死なんて、そんなことあるかよ。俺はさ、お前のこと嫌いじゃなかったんだぜ。いつもバカやって、一人で突っ走って、最後まで弱音も吐かずによ。ほんとバカでどうしようもなくて最高なやつだったよ、お前は。おい、そこのお前、まさか俺の声が聞こえているのか。おい、画面の前のお前だよ。なんてこった、まさか死神である俺の姿が見えるとは。自己紹介が遅れたな。俺の名は N。 もう一人の信姫ってところか。残念だが、信姫のやつは海で水没死してしまった。頭が重すぎて泳げなかったようだ。おかげで俺も肉体から離れちまってせいせいしてるところさ。俺の姿が見えているお前に少し相談がある。お前、俺の頼みを聞けるか。こいつのことが好きだったんだろ。だったらお前にとってもメリットのある提案だ。俺からのこいつへのせめてもの感謝だ。もう一度こいつを蘇らせないか。俺はこいつを蘇らせる方法を知っている。そう、方法は簡単さ。この動画の右下に赤い四角く囲まれたチャンネル登録ボタンがある。そいつは信姫の魂へつながっている。そいつをまずは押してくれ。そうするとストレッチパワーがここに溜まってくる。そうすると信姫はストレッチパワーにより復活する。もしすでに登録していた場合は Twitter をフォローし、投稿をリツイートしてくれ。そうすれば体は闘争を求め、アーマードコアの新作が発表される。そうすれば俺はこいつの魂を黄泉から連れ戻すことができる。いいか、タイムリミットは24時間だ。お前の思いが届いた瞬間、こいつは蘇る。もし届かなかった場合は、お前は二度とブオーが聞けなくなるだろう。そして最後に一つ言わせてくれ。 iTuber のナナちゃん、コラボよろしく。それじゃあまたな。アデュー。